カップ1期カップ1期は1920年3月13日にドイツ国のベルリンで起こったクーデター事件。バイマル共和制によるベルサイユ条約批准後の軍縮と義勇軍の解散に反対した政治家、ボルフガングカップとベルリン防衛司令官、バルタンフォン・リュトビッツを中心として企てられ実行された。リュトイッツイコールカップ1期またカップリュトビッツ1期とも言う。 義勇軍の一部隊であるエアハルト海兵旅団によってベルリンを占領、新政府樹立を宣言したが、クーデターは3月17日に終焉した。カップ1期に対して行われたゼネストはルール放棄と呼ばれる大規模な左派の反乱の発端となった。カップ1期時のヘルマンエアハルト、車上左エアハルト海兵旅団はバイエルンレーテ共和国鎮圧にも参加していた。ベルサイユ条約後、 ドイツの軍縮が連合国の講和条件になったため、バイマル共和制政府のグスタフ・ノスケ国防相は、正規国防軍35万を11万5千人に縮小し、義勇軍25万を1920年3月31日までに完全解散することにした。1。これに反発したドイツ国家人民党のボルフガングカップとベルリン防衛司令官。 アルター・ホン・リュトビッツは1920年3月9日、エーベルト大統領に撤回を要求したが、ノスケ国防省は、リュトビッツを解任し、カップの逮捕を命じた。3月12日、リュトビッツは、配下のヘルマン・エアハルト率いるドイツ義勇軍、エアハルト海兵旅団に、ベルリン進撃を命じ、翌13日早朝、義勇軍1万2000人がベルリンを占領し、 カップは新政府樹立を宣言した。国防大臣グスタフの助は、バイマル共和国軍にに対して治安出動を命じた。しかし、国防軍同士の戦闘を忌避した、兵務局長のハンス・フォン・ゼークとはこれを拒否したため、安全確保のため大統領フリードリヒ・エーベルトは、ベルリンを脱出して、シュトゥットガルトに大統領府を移転させた。国家人民党、ドイツ国民党、 経済界は新政府を支持した。また、エアハルト海兵旅団は、ユダヤ人へのポグロムを始めようとしたが、カップは制止した。詳細は、ルール放棄を参照しかし、社会民主党、独立社会民主党、共産党、ドイツ労働総同盟はクーデターに対抗して14日から、全国的なゼネストを行い、15日には、ルール地方の5万人の左翼副員兵が、 ルール赤軍を名乗り、ハーゼンクレーファーの義勇軍を襲撃し、軍を駆逐した。3月17日にカップは退陣し、その後カップはスウェーデンへ逃げた。労働総同盟レギインは、軍の徹底的な粛清と労働者政府の樹立を求めたが、連合国への配慮などから立ち消えとなり、ルール赤軍によるルール放棄も4月、共和国軍によって鎮圧された。 カップ1期に参加したヘルマン・エアハルト率いるドイツ、義勇軍、エアハルト海兵旅団は、解散を命じられるがコンスルを組織して暗殺活動を繰り返した。バイエルン州軍と義勇軍は、社民党のホフマン首相の退陣を要求し、王党派、右派のグスタフ・カール・リッターが新首相となった。カップ一期の鎮圧を主張していた、ラインハルト党水部長官は辞職し、ゼークトが後任となり、 規律になじまない義勇軍を排除する一方で、軍を政府の介入を許さない独立組織として構築した。カール・バイエルン首相は、バイエルンを反革命過激派の安息地にしたが、1921年春、連合国の圧力で、バイエルン住民防衛軍は解散させられたため、バイエルンでは、ベルリン中央政府への奮撃が強まった。住民防衛軍の後継組織、 同盟バイエルンと帝国やミュンヘン祖国協会、ヘルマンエアハルトのバイキング同盟が結成。国会で、ビルト首相は、敵は右にいると発言するなど、当時のドイツ国内での右派と左派の対立は激しかった。1921年8月、コンスルが元蔵省エルツベルガーを暗殺すると、ドイツ政府は過激派右翼を取り締まろうとしたが、バイエルン州政府は集権を盾に拒否した。 同1921年8月、エアハルト海兵旅団の元隊員が、ドイツ労働者等の体操スポーツ部門に入り、10月には、ナチ党の突撃隊となった。エルンストレームのミカド国旗団は、フランケン地方から南バイエルンにも勢力を伸ばした。ありがとうございます。